頑張ろうじゃないよ。今日テロップ書きます。オッケー、やっほー。見て、ついにこの前ね、ボタンが外れた。あれ、これ見える？みんなぴょんぴょんしてて見えないね。なんかさ、ここのね、ここのすボタンが外れてたんですけどね、元に戻りました。ボタンが戻ってきました。縫ったんだ、ここの真ん中のボタンがなくってね。だけどさ、今よく見たらね、なんかちょっと違うんだよね、これボタン。そう、ボタンただいまです。もうお風呂入ったの？って入ってないよ、まだまだお風呂入ってない。今日目にキラキラいっぱいつけたんだけど、見える？見えないね。じゃあ久しぶりに来ました、テルノファさん。確かに待ってましたよ、ありがとう、来てくれて。しみさん、こんばんは。あ、もえぴ久しぶりで、じゃあって、もえぴ久しぶり、待ってたよ、もえぴもえぴもえぴ。猫さん、夜勤前の猫さんメール見て丸見食堂行きたくなってるって。行ってみてください。なんかね、初めて行ったんだけど、この前ね。でも美味しかったです。なんかヒーターはなんかネバネバ丼みたいな、なんかヘルシーそうなの食べてた。家はがっつりお肉食べました。クマネパパさん、出た、危ねえ、だって危ねえお裁縫できたよ、裁縫した、自分でボタン縫った。これも可愛いポロシャツです。夏はポロシャツいっぱい着たくなる。マッツさん、星ありがとう。猫さん、可愛い、ありがとう。今日は撮りためてたドラマを見まくってました。何のドラマ見たんですか？でもドラマ全然見ないんですよね。リア、最近アニメをずっと見てます。こんにちは、インドネシアから来ました。インドネシアからありがとうございます。おいでます、キッキさん。がっつり食べたモバイメみたいを、レッスンしてるから OK だね大丈夫。あれはでも夕方ぐらいに食べに行ったから、まあ早い方がいい。そう、夜ご飯にあれを食べてたらちょっと危ないけど、まあちょっと早めに食べたのでオッケー。きっとさ、お肉ええなーなって。そう、お肉、あ、痛い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 、爪、なんか爪割れちゃったんだよね。そう、お肉美味しかったです。みさみさ、バイトな、配信嬉しいやって。みさみさ、バイト中なのに見て大丈夫なの？きっとさん、指怪我せんかったなって。大丈夫だったよ。でもね、なんか裁縫の時に指の怪我はしなかったけど、今爪割れた。今ってか、なんかね、爪割れたんですよ。痛い。アルミ食堂、これなんて読むの？雑穀米？確かにDMそれにした。そう、ヒーターもDMそれにした。量産リーチラビアラビア。なんか今日もしかして通信悪かったりする？なんか通信悪い？もうビリーチ癒される、ありがとう、だって。もえぴこちらこそだよ、本当に。もえぴが可愛いから私も癒されるキッチンさん、7月から始まるドラマたくさんあるかな。そうなんだ。どんなのがあるんだろう。ドラマ分からんのよね。なんかドラマちゃんと見た、あのコードブックをさ、それ以降ドラマ見た記憶ないよね。
ない確かないね。うん、コードブルーって何年前ぐらいで、中学生かな、それくらいだった気がする。ストミチさんハートたくさんありがとう。マオさんこんばんリーチでーす、こんばんは。グリオさんリーチ野球見ないのって、野球 WBC 見てたけどそれ以降見てない。教場泉さんこれ何、教場ってやつ見ました。ドラマ、あそうなんだ。何がおすすめですか、なんか面白いドラマありますか。え、ちょっと電波悪すぎない。さっきからファーンってまたなってる。あ、大ちゃんさんペンライトありがとう。そうなんかね、あのあれです、爪が痛い、こう見える。高野人さん、以前自分も行ってチキン南蛮食べました。家庭的な味で美味しかったです。え、チキン南蛮も美味しそうですね。え、いいな、チキン南蛮。また行ったらリエも行ってみようかな。きっとさ、爪割れたらなんか怖いことがあるとかないとか。え、そうなの？そんなことがあるのね。怖いんだけど。で、大丈夫かな？爪割れちゃったけど。なんか起きちゃうかな、これから。熊にパパさん、雑穀米と肉なら問題なしだって。熊にパパさん、例の栄養士さん。鏡のなっちゃんさん、こんばんりゅうちです。うん、まあ大丈夫よ。ヤッシーさん、最近リーチの配信がルーティンになってる気がする。確かにヤッシーさん、いっぱいデーなとこ来てくれるし、もうリーチに首ったけじゃん。石毛山新さん、ブーキありがとう。土砂降りで蒸し暑くて最悪だって。そうよね、今日雨降ってるよね。でもあの夕方ぐらいから降り始めたね。コードブルー懐かしいね。もうそれ以降見てないよ。また見たいね。ね、コードブルーすら欲しいになるのよくわからん。昔上野でワニが逆さマークのポロシャツ売ってて、タグ見たらおこしてだったって。え、どういうこと？え、ワニマークってラコステじゃないの？ラコステじゃなくて、え、逆さは起こして。え、そうなの？そんななんだね。すごいね。え、それって本物？そう、コードブルーね、よかったよね。フォーユーさん、ドラマは見ないのでリーチを見てますって。ほんと？じゃあこれからもよろしくね。リップが薄い気がする。なんかさ、鏡で見た時にさ、リップ塗って、あーこの色いい感じだなってなってもさ、このショールームで配信しだすとさ、なんかちょっと薄いよね。でもみんな薄い方が好きか。やとおじさん、上島ちゃんのブログのせいです。当時行きたい欲が爆発したなって。何をあげたの、ゆいかたん。何をあげてたんだろう。では見てみよう。ライズさん、こんばんにゃん。爪見せられてる時、中指かと思ったらって、みさみさん。中指配信中で立てたら、やばすぎない？これちゃんと人差し指です。でもなんか、爪が割れた人差し指。痛い。タルタルソースね、タルタルソースいいね。ルパンさん、流れ星ありがとう。
つみさん、コンフィデンスマンは何回見ても面白い。あ、コンフィデンスマンね、あれはリエも知ってるわ。映画も見た気がする。多分見たかな。見た見た。猫さん、始まったばかりだけど夜勤行ってきます。行ってらっしゃい、気をつけてね、頑張って。また後で会いましょう。じゅんさん、こんばんりーちです。もえぴ、丸見食堂、そう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 。え、もえぴ、ディエのメールも見てくれてるの、もしかして。味噌カツ煮みたいのめっちゃ好きだった。え、味噌カツ煮なんてあるの、食べてみたいんだけど。また行こっかな。次行くときはヒータンだけじゃなくてカスミンとサチコも連れてって行きましょうかね。ホーユーさん、洗濯物を干すのが難しい時期だよね。だって確かにこの時期確かに難しいかも。クラミさん、こんばんは。ヒーくんさん、こんばんは。マタロウさん、こんばんリーチです。グリオさん、ガッキーにリエチ似てる。だってそんなこと言ったらもう大炎上よ。クマネパパさん、ラコステと逆向きのクロコダイルもあるで。え、そうなの。え、それが起こして、本当にそんなのあるんだ、知らなかった。もうさ、ワニのマークだとさ、もうクロックス、クロックスかさ、ラコステのイメージしかなかったけど、そんなやつもあるんだね、すごいね。あ、空気さん、こんばんリエチです。やっほー。ホフマンさん、リエチだって。なに、濃いめのお化粧の時も好きよ。だって本当。でもオーディションの時とかめっちゃ濃かった気がする。めっちゃじゃないけど結構濃かった気がする。だってさ、あの時いや、コンタクトもカラコンも入れてたし、ちょっとあのでもナチュラルのやつを買ったんですよね。ナチュラルめのカラコンも入れてたし、まつげもバサバサ、もっと今日はまつげ上げてないけどまつげ上げてたし、アイシャドウも超がっつりだった。え、もうね、アイシャドウあの時に比べたらめっちゃ薄くなりました。もう今までは、今まであったかオーディションの時めっちゃがっつりアイシャドウ入れてたんですよ。てか濃かったしね。だけど今はもう全然です。みんなでもそんな感じよね。ヒータンもオーディションの時あれって言ってた。みさみさ、そろそろ仕事戻るかなって。もうちょっといないよ。ゆりちゃん、レイチ、今日もお疲れ様だって。ゆりちゃん、お疲れ、今日もありがとう、待ってたよ。ルパンさん、オーディションの頃の化粧好きだって。本当にオーディションの時の化粧好きなの。でも今はもうあのメイクできないよ。昇格するまで待ってて。でもまたああいう濃いメイクをしたいなって。濃いメイク、うん、しっかりしたメイクもしたいなって思う。久々、またね、リエチ。今日2回目の配信ありがとう。そう、今日実は2回目よね。なんか朝やってるとそんな感じしないけど、今日実は2回目ありがとう。だってこちらこそ2回も来てくれてありがとう。ひかるさん、こんばんは。泉さん、推しが親になって最近ドラマにハマってるよ。だって、え、泉さんってさ、もともと何が好きだったんですか。アイドルとか。もえぴ、リーチも初日から撮ってるよんだって。本当に、もえぴ、リエのことを見てくれてたのね、ありがとう、嬉しい。嬉しい。もえぴ、リエのメールを見てくれてたんだ、知らなかった、嬉しい。ありがとう、もえぴ。試験マシンさん、窓際の席が好きですだって。窓際の席じゃなかった、リエが言ったのはね。窓際の席があって、 1,2 ぐらいのとこ。伝わる。みさみささんがバイト頑張ってるね。みさみささん、バイト頑張って。みさみささん、
クライムさん、今日は何食べるの？あ、今日はもう食べました。今日は配信する前にご飯食べたんだ。今日自分でシチュー作ったから、今度もばみにあげようかなって思ってる。今日シチュー自分で作った。くまねパパさん、星ありがとう。佐藤さん、こんばんにちです。あとおじさん、何これ、いっぱいあるね。尾道、生口島、宮島からの桃とマスカットの自作フルーツパスタ、岡山要素。へえ、すごい。カスミンとヒーターに会いましたからって。カスミンとヒーター会ってないよ。会ってないの？そう、カスミンとヒーター会ってないです。今お兄さん、こんばんは。こんばんディエツィーだって。瀬戸内ぐらいさん、こんばんは。くまねパパさん、今日も顔が強すぎる。そんなこと言ってくれんの、くまねパパさんだけよ。瀬戸内ぐらいさん、ほっぺが可愛いな。そう、ここにお肉がいっぱい詰まってます。キッチンさん、お疲れ様でした。お疲れ。馬太郎さん、やっぱメイク指導みたいな。メイク指導ってほどじゃないけど、でもなんかいろいろなんかルールはあるんですよね、多分。わかんない、研究生のうちだからなのかな。こんな、この色とかラメ禁止とかそういうのはあります。あ、カラコン禁止とかね。翔太さん、 DH だって、ヤッホー。今の薄めナチュラルメイクも綺麗。あ、今日薄めですね、メイク。あ、でもキラキラはつけてるよ。でもピンクとかのアイシャドウとかキラキラ使ってる。あれ、アホ毛やば。今日は、なんか色がわからない。シンガーさん、かわいい。ありがとう。たかしさん、こんばんは。大ちゃんさん、クロコダイルの霊感長袖シャツ着て仕事してます。だって、そうなの？え、クロコダイル、何？クロコダイルっていうブランドがあるんですか？なんかよくわかんなくなってきちゃった。クライムさん、デイチの前髪好きです。え、本当に？デーツなんかね、前髪よく変えちゃうんですよね。え、てかこれ多分初めて言うと、初めて言うかもしれないんだけど、で、高校生の時さ、オンマユの時期結構多くて、めっちゃオンマユにしてたんですよ、高校生の時。そう、ディエの高校にめっちゃ可愛くておしゃれな先輩がいたのね。で、その先輩がオンマユだったから、だからちょっと流行ったんですよね。その先輩とちょっと仲良しな子とか同じ部活の子とかは、そのあのオンマユにしちゃうっていう、それがちょっと流行った。リーもオンマユだった時期が結構あったんですよ。グリオさん、で、広島には飛行機移動だって。でもオーディションの時は飛行機も新幹線もどっちも行ったことあるよ。デイジ姫がこんなに可愛いのはなぜなぜ。今日の朝ぶりだね。そうね。高野人さん、今日初めて朝配信見て通勤電車内で癒されてました。本当ですか、嬉しい。朝配信、そっか、みんな通勤時間だったり準備中だったりするもんね。よかった。自分だとわからんよね、どこが癒されるんか。萌えぴ返信してないけど実は見てたのだね。嬉しい、本当に。萌えぴがさ、ディエのことをちゃんと見ててくれてるの。もうヒーターだけかと思ってたもん。ルパンさん、シチューも作れるディエチだって。そうよ、ディエチシチューも作れるよ。でも初めて自分で作ったんよね、シチューは。でも結構簡単だったかも。
ふみくんさんこんばんは。シチューの配給はどこへ行けばだって。今日のシチューはちょっと皆さんにはあげられないんですよ。なぜならもう DH が完食してしまったのでみんなに配給することができません。ふでます元気さん、正直お披露目イベントより DH 丸顔小さいなってる気がする。本当？嬉しい。それなら頑張るね。そう、理由めっちゃ丸顔なんですよね。自分でもちょっとあんまり好きじゃない。泉さん、アイドルはめっちゃ好きよ。あ、美穂さんをしてたんですね。なるほど、そういうことか。全然 STU のファンの方じゃないんだと思ってたけど、そうだったのね、もともと。そうなんだ。また戻ってきてくれてありがとう。リーチの自炊料理をメールで見れたりしないかな、だって。あ、でもこの前パンケーキあげた。パンケーキじゃないかな、パウンドケーキか。でもあのシチューも写真撮ったから、今日明日か今日の夜あげるね。くまちゃんさんこんばん、リーチです。カールさん、ヒータンと顔が似てる。二人でいたら双子に間違い、双子に間違い。ヒータンとね、顔似てる？嘘。本当？初めて言われたかも。初めて。うん。見てます元気さん、バラありがとう。塩田さん、顔見れてよかった。今日も好きです。仕事行ってくれて。行ってらっしゃい。気をつけてね。そっか、これからお仕事の人もいるのね。やった。おじさん、ラコステのワニが反対向いてるのがクロコダイルだったっけ。あ、やっぱクロコダイルっていうブランドがあるんだ。へえ、なんか難しいね。ラコステ可愛いです。好き。ラコステ夏服は持ってないんですけど、冬服のハーフジップのやつがあるんですけど、紫の、それがお気に入りです。風になったらまたみんなに見せたいです。マニュアパさん、ラコステとは別にクロコダイルっていうちゃんとしたブランドがあるよね。ね、そうみたいね。全然知らなかった。クロコダイル、クロコダイルっていうブランド、ワニのブランド。なんかクロックスしかわからん。クロックスかラコステしか知らんもん。翔太さん、ハートの置き土産だけしておきます。あ、本当にありがとう。泉さん、高校頭髪検査厳しくて何回も前髪切りすぎて後悔してたなって。そっか、頭髪検査とかあるのか。なるほどね。え、2ブロック禁止とかなんかな。広島は飛行機場が遠いから新幹線が楽なの。そうなんですよ、飛行機ね。いつも高速バス乗ってたかな。クックさん、あ、なんだっけ。違う、出てこない。短冊ありがとう。広島空港のど田舎っぷりはどうでしたか。え、田舎、あ、でもわかんない。リエは羽田から乗ったんですけど、お土産売ってるところがあんまりなかったかもな。でもあの普通がわからんので。多分だって羽田空港がありすぎなだけかもしれないじゃん。起こしてはラコステのジョークバージョンだって。そんなのあるの。すごいね、面白。今度リエのラコステもみんなにお披露目したい。ビンゴの海賊さん、シチューは自分じゃ作れんよだって。え、そう？結構簡単でした。お野菜切ってふかしてから
煮込んで混ぜ混ぜやあ兄弟だってやっほー、クックさんハートありがとう。広島空港にお披露目行った時スマホ忘れてさ慌てても、え、でもね広島空港いつだっけ、オーディションの時かな、2時か3時か覚えてないけどさ、オーディションの時トイレにあのカバンごと忘れてっちゃった、カバンごと忘れてっちゃったと、忘れてっちゃった時ありました。めっちゃ焦った、わかるその気持ち。ビンゴの海賊さん残念じゃない、食べたかったってあげません、今日はもう残ってません。もえぴ何かわいすぎだって、もうこっちのセリフよもえぴ。いや当時100日後に英検5級を取るワニじゃなくて DH だって、なんで DH5 級からなの、もういいよ5級なんか。5級英検って5級からいつ取ったっけ、いつ取ったか覚えてないけど、でも中学生の時に取った気がする。マタロウさん、リーチが何々してるっていうので俺も何々始めました。待って待って、重要なところがさ全部さ、重要なところが全部文字化けしちゃったよ。あ、ダイエットね、リーチがダイエットしてるっていうのでダイエット始めましたって、絶対皆さんの方が早く痩せちゃうよ。なんかリーチがダイエット始めたらダイエットしてる人他にもいるんですよ、みんなの方が絶対早く痩せちゃう。で、だって今全然変わらない体重、困った。増えた、また増えた気がするんだけど。かけらは配給各かけらだって。なんでそんなこと言うの、ハンジさん。いつもたくさんあげてるじゃないですか、皆さんには。今日はないです。トーチユライさん、プーテ。スリーチリスみたいな、こうか。ルパンさん、今度シチューヒーターに作ってあげないとね。確かにヒーターはいつもね同じようなものしか食べてないから、ディエチが作ってあげましょう。ディエチとサッチーとカスミンでお手製料理を振る舞います。マネパパさん、牛乳とコンソメでシチュー作れるから小麦粉少なめにすればルーよりヘルシー。そうなんだ、めっちゃ普通にルー使ってたけど、すごいね。クマネパパさんって何、料理人ですか。メリーさんこんばんは、トミツさんただいま参りましたって、お疲れ、おかえり。姫制服っぽい色の服、セーターっぽい服、これ今日はねポロシャツ着てます。今日はバーバリーのポロシャツです。可愛いです、このマークが可愛いです、この色が可愛いです。おいでます元気さん、レイチ今晩テニスウェアみたい、確かにポロシャツってちょっとテニスウェアみたい。マッツさん、おじいさんとおばあさん世代はクロコとラコステは有名。あ、そうなんだ、なるほど、そうなのね。確かにおじいちゃんもラコステ持ってる。リンゴの海賊さん、うちの田舎は広島空港も近いんじゃ、だってそうなんだ、いいじゃないですか、たくさん遊びに行けるよ、いろんなところに。マルスさんこんばんは、リーチです。ニュース世紀ともちゃんさん、お疲れ、リーチです。あ、そのなんだっけ、ヤシーさん広島空港の近くの、え、これなんていうの、発展堂、カフェ行ってないけど、あれクリームパンってそこから出てるっけ、それ食べたよ。グリオさん、リーチの優しさと溢れ出る愛情に毎回癒されてますって。本当にありがとう。
とみちゃんでち今日かわいいなっていつもだけど今日かわいいですか？みんな薄いメイクの方が好きなの？雨降りそうなので自己紹介お願いします。やっほー、皆さんこんばんは。 ST48 3期研究生の藤井理恵です。埼玉県出身17歳です。よろしくお願いします。はい、なんかね、好きな食べ物が増えすぎて言うの大変だからもう言わんことにしたピンゴの神さんこんばんでーちです。やっほー。うんち見たら割とリーズナブルです。高速バス、それしかないと思ってた。広島駅までもし行こうとしたら広島空港からあれしかないと思ってた。その高速バスしか、それ以外もあるのかな。試験マシンさんジェニーありがとう20世紀どもちゃんさん流れ星ありがとう。でも広島の空港の お手洗いスマホ忘れたの、ね、そう、ディエも一緒一緒。ディエはカバンごと忘れたゆうじさん、ディーチこんばんは。だってこんばんは。えはくさんこんばんは。ゆずみさん、友達に誘われて日曜に岡山公園行くんだけど、なんでディーチさんおらんのって。ディーチ岡山出ないんですよ。てかね、ディーチね、まだねどこも発表されてないの、どこに出るかも。だからさ、もうちょっと待っててでもリーチ発表されたら会いに来てください。待ってます深夜健さん、中学の頃は部活終わるまでほぼ無縁だった。 AK49 落ちましたなって。まあでも部活頑張ってたなら仕方なし待ってさ、広島空港に市内から遠すぎたって。確かに遠いかも。ん、ゆうじさん、なんだっけこれ、ボールありがとう暑いと嫌でも痩せるでしょこれから。そうなの？そうなんだ。じゃあ期待しとこう和也さん、フォローありがとうございます。こんばんは、ゆっくりしてってね。これだけ、あ、これだけも星になるの？もうよくわからないですね。くまねパパさん、雑学好きなんで暇があるといろいろ調べてるからですなんて。そういうことね、料理人さんなのかと思いました。深夜健さん、リーチブランドのものの服よく着てるイメージ。そんなことないですよ。全然そんな有名なブランド持ってない。でもディエが今年狙ってる洋服はあれです、ラルフローレンのニットポロとラコステのベストが欲しい宝優さん、自分も体型が悪くなってきたから仕事中によく階段を使ったり普段からしてるよって。偉いねみんな、意識高いバンさん、ラルフローレンにトミーにバーバリーに、さすがお嬢だって。お嬢はゆいかちゃんよでも可愛い服を買おうと思ったら高いんですよ。そりゃそうだけどさ、可愛い服ってさ全部高いよね。なんでなの本当に。リーが可愛いなって思う服は全部高い。キオ兄さん、バレーボールありがとう発展どうだってる。あ、本当に良かった。そのね、クリームパン食べました。この前家族分買ってたんだけどね、そう人数分買っててみんなで食べたんだけど美味しかったです。マタロウさん、自分はお酒飲むからそんなに早くダイエットは無理よだってお酒って太るんですか？
お酒どんな感じなのかわからんよね。まあそりゃそうだけど、でもで炭酸飲めないからお酒飲めないかも。お酒ってシュワシュワしてるの？分からんけど。みやっち、姫に出会えた奇跡にありがとうだって。こちらこそだよみやっち。ひなとおじさん、バーバリーとかデイチ隠れお嬢様説だって。違うよデイチは本当にお嬢様はゆいかちゃんだけです他の人さん、ポロシャツの襟元の青のラインがいい感じで似合ってます。ありがとう。そう、ここのね腕のところもねちゃんとあるんですよラインが。それが可愛いです。可愛い。しかもこれが水色なの、見える？あ、そう見えた。これが水色なのがまた可愛くないですか日浦さんこんばんは。誠一さんちら、誠一さんはじめまして、こんばんは。来てくれてありがとう。フォロワーさん1400人まであと2人やだって。そうなの？もうそんなに？そうなんだ。ありがたい、ありがたいです。今までの皆さん、今までの皆さん、今もうすでにフォローしてくれてる皆さんもありがとうございます。ありがとうみんな早いね。引いた、何引いたんとかすみん、徳島公園の後に連絡取りましたんだっけ。あ、取ったよ。カスミンは連絡取りました。てかカスミンが電池に忘れ物してたから、電池どこも出ないわ勘弁だってさすがにそれはないけどさ。いやでもわかんないね、もしかしたら電池はダンスできなさすぎて電池は出せませんって言われてるかもよ貧乏の神さん、広島空港のとこに発展堂のカフェある、恋人の聖地もあるよ、ロバもいます。だってそうなの？ロバいるんだ、すごいね。恋人の聖地もある。あ、そうなんだ。まあ、リーチには無縁ですからそうなのね、そんなものがあるんですね。でも広島空港行くことあるかな次。会いに行くぞ。おー、だってるパンさん待ってるよん。マッツさん、広島空港からはレンタカー借りて広島市内まで行ったら。あ、そうなんだ。そっか、レンタカー、そういう、あ、確かに車で行くのもあるもんね。今日僕デイチとピアレックだわ、ユニクロだけど。だって全然関係ないよ、ブランドは関係ないですだってさ、リアだってこのマークがついてなければどこのものかわからないニット左腕担当になりますだって。畳でさじゃあニット右腕余ってるんで右腕担当募集中です日向おじさん何？日向おじさん何？なんか文字化けして、なんかすぐ文字化けするね。なんだろう、わかんない。じゃあ D の予想、CE セリーヌとか、わからん、違ったらごめん。おじゃまるさんこんばんにうちです。あ、合ってた、平田おじさん本当だ、持ってない。なんかもうめっちゃ高いイメージしかないけど、だからよく韓国アイドルの皆さんが着てるイメージ。そう、韓国のアイドルが私服で着てるイメージしかないちょっと見て、高いお店見に行くからじゃ。だって、そんなことない気がするよ。うん、でだってユニクロも GU もいっぱい行くもんバブル世代なのでブランド癖が抜けませんだって。え、バブル世代ってどんな感じだったんですか、気になる、どんな感じなの。深夜健さん、ブランド物作りが丈夫なのとかはいいですね。確かにね、それはある、めっちゃなんか長年使ってられる感あるよね。
ひーちゃんも同じように減量できないのを悩んでたってこういうさ、そうなのね。ひーちゃんも、ひーちゃんは大丈夫よ、痩せなくて。ひーちゃんは痩せる必要ない。ひろのりさん、ファッションセンター島村しか買ったのよって。え、わかります。でもだって島村の服持ってるもん最近の島村はすごいんですよローソンで天丼のクリームパン買ったことあるよって。え、ローソンにも売ってるの？そうなんだ。この前わざわざ広島駅で買ったのにケンツーさん、こんばんは。あ、ポチャッコだ、かわいい。こんばんは。ひろのりさん、飲酒しても太らんどころか痩せるだって。いいなぁ、いいな、いいな食べたら食べた分だけ太ります。くまねパパさん、ビールは太る、焼酎、ウイスキーあたりは大丈夫だって。そうなの？分からん大人じゃないからお酒は分からん。ラコステのベスト何色狙ってるの？水色。クワンクワンさん、こんばんは。トトミツさん、リーチが着てたら何でも可愛いだって。本当に？本当？そっかそっかじゃあ今度めっちゃダサい服で配信してみようかなマタロウさん、飲酒は筋トレの効果を阻害するんだって。え、そうなんだ、そんなことがあるのね。じゃあ確かにちょっと良くないのかも。52番さん、こんばんリーチです。あと2人、皆さんいかがあと2人らしいです。そうなんだ、あと2人なんだ。じゃあ今日のうちに1400人フォロワーさんいたら嬉しいね。マリンブランドはだって、え、わからん。お酒もそうですが、一緒に食べるおつまみがまた太る原因にもなるんです。そうなの？でカルパスとかめっちゃ好きなんですよ。カルパス、サキイカとかめっちゃ好きヤネシーさん、こんばんは。マトロさん、ちなみにシュワシュワじゃないカクテルもノンアルカクテルもあるよって。え、そうなの？カクテルってなんか綺麗な色してるやつでしょ。あ、さっき短冊いっぱい送ってくれたのバリーさんだったんだ。バリーさん、短冊たくさんありがとう。さっきめっちゃババババあったってびっくりしたんよね。クックさん、発展堂の広報の人で藤井理恵さんいるんだ。え、誰？知らんよ知らないよ宮地、ここだけの話、どれだけリーチに惚れてるねんって思うわ。だってそんなに宮地リーチのこと好きなん？うん、無縁よ。そうだよ、ととみちさん、あんなに炭酸が苦手とはな。炭酸飲んだ時の顔ひどい気がする炭酸苦手なんですよ。あ、バリーさん、牛さんありがとう。あ、待って、牛、彦星って牛なんだっけ。リエチのことが大好きな大好きな宮地だわ。リエチ非常に好きすぎてやばいだってありがとう、そんなにたくさん言ってくれて。飛行機好きなんで、広島空港行くの好きやだって。確かに、でも空港って複雑じゃないですか、めっちゃ。そんなことない。では海外に行きたいな、せっかくならせいちさん、 ST48 の3期なのね。そうなんです、3期生です。この前、今デビューして3ヶ月ぐらい経ちました。はーい、3ヶ月これから頑張るのでよろしくお願いします。坂田清水、広島の清掃工場の空洞になってるところ誰でも入れるのって。どこ、わからん。
今度うちの近くにユニクロと GU ができるのよ。だって、あ、そうなんだ。どこだろう、ユニクロと GU。 てか待って、日高屋行かないと。家今埼玉にいるからさ、日高屋行かないといけない。これは義務よ、うん。マネーパパさん、バブルへゴーという映画を見ればわかりますって。そうなの、じゃあ見てみようかな。アマプラかフールにありますか探してみますね。マリケンさん、こんばんディー、こんばんやっほー。坂田市民さん、推しになるとどのような特典ありますか。ヘイティーチと両思いになれるやっとおじさん、セリーヌ持ってないのか、お嬢様じゃねえって突っ込むじゃねえかって突っ込む予定だったんで持ってないわだってお嬢様じゃないもんキョウヒロさん、こんばんは。島村埼玉本社だからどんどん来ていきましょうって。島村埼玉が本社なんですね、知らんかった。知らなかった。そうなのにすごいね。ホフマンさん、お酒を飲むとついついつまみが欲しくなっ て。確かにそうね、わかる。うん、ちょっと待って待って待って、これちょっと待って、違う違う違う、待ってごめんなさい、違う違う、お酒飲んだことないですよ。飲んだことないけど今なんか言っちゃ、あーそうね、わかるとか言っちゃった、ごめん。違うんだけど、どうしようこれで、なんかで藤井で飲酒疑惑みたいな、やだやだやだ、違うんですけどちょっと待って、やだ、違うよみんな、確かにって言っちゃったけど全然わからんよ、ごめんね違う、おつまみが美味しいのはわかりますでもサキイカとカルパス好きだからごめんね、違う、本当に。おつまみの美味しさはわかるけど、お酒の美味しさはわかりません。トトミちゃん、お酒の味わかったら逆に怖いわって。そうよ。ね、すぐ欲しいになっちゃうんですよ。グリオさん、明日は朝配信あるのだって。え、明日は朝配信ないと思う。ないかな。アリーナさん、フォローありがとうございます。平藤寺さん、今日初めて日高屋の焼き鳥丼食った。お酒なかったから嘘はあんまりわからなかった。嘘、リエはいつもお酒なしで食べるんでしょ、その焼き鳥丼。美味しくないの。美味しいよ、めちゃくちゃ美味しいですよ。一番好きでは焼き鳥丼が、あの感動する焼き鳥丼を食べるといつも。平田おじさん、まだまだですねてか平田おじさんってお酒飲める人なんだ。お酒飲める人なんだ。バブル期はクリスマスエクスプレスのイメージが、え、何？分からん、それが。坂田市民さん、公園には必ずサイリウム持参なのでしょうか、だって。え、そうなの？別に持ってこなくてもいいんじゃないの？トトミチさん、今フォローしていただけたらディエチいい顔しますだって。何ディエチのいい顔ってい, い感じに何々ってコクがある、タレが肉とネギに染み込んでて、ラーメンと食べ合わせいい、食べ合わせいいのがいいのだって。え、んちょっと待って待って、どこがいいか、日高屋さんの焼き鳥丼のどこがいいか。え、どこがいいか、なんかねわからないんだけど、でもめっちゃご飯が進むくない、あれ。なんかあの焼き鳥丼のお肉一つを食べるだけでご飯一杯ぐらいいける気持ち、気持ちってか一杯ぐらい食べれる、ならない。じゃあ D だけなんかな、 D が好きなだけ。しょっぱいい感じに、しょっぱくて、あ、そう、あのタレが美味しいんですよ、それはめっちゃ思う。雨大丈夫だって、雨大丈夫よ。
今日寝坊した初見だってメールが、確かに今日メールくんいなかったわ。とどみちさんリーチに炭酸飲ませたいだって、やだ。くまねばばさんバレーボールありがとう。これなんて呼べばいいの。ラムネ飲んだ時目がぐるぐるしてたよなって、嘘本当に、それ顔でやばいんじゃない、心配になってきた。せいちゃんさん3期生何人いるのだって、3期生は14人いますよ。とみちさん日高屋は義務だって、そうよ日高屋は義務よ、日高屋めっちゃ激うまです。そうデューティー義務なんですよ。そうデューティーじゃなくて最初さダーティーかと思ってさ、え汚いって何がって思ったけど普通にデューティーでした。そう今埼玉です。てかみんな分かってたでしょ、だって多分さもうあんこの声が聞こえる時点でレイが埼玉にいるのみんな分かってるでしょ。マッツさん今から日高屋行くのって、今からは行かないですよさすがに、こんな夜遅くからは行かないけどね。アッキーさんこんばんは。大ちゃんさん日高屋配信希望だって、許可取んないと。で日高屋から配信。ビンゴの海賊さん焼き鳥丼食べたいのだって、そう焼き鳥丼食べたいのめっちゃ好きなんですよ。ルパンさん目指せ日高屋の看板娘だってね、やりたい日高屋一日店長したい。試験マシンさん洗い物終わってやっと落ち着いてリエ見れるだって、おつーおつー。ミヤチズキュン、トミツさんわかる、確かにね、ちょっとごめん、ちょっともうリエほんとびっくりしちゃって、自分でもさ、うんわかるわかるとか言って、えって思って、え待って、何にわかるんだと思って、え、まあ、これ何の話だっけと思ってもう一回見直したらさ、お酒の話でさ、え何言ってんのって思っちゃった。ほうゆうさん自分の最寄り駅に日高屋があるから近々行こうかなだって、えぜひぜひ行ってみてください、おすすめです。ホフマンさん分かっちゃったってね、分かっちゃったよ、分かっちゃった人みたいでやだ。やばいねリーチ。甘酒飲んでおつまみ欲しくなったんだよね、そう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 、え甘酒って未成年も飲めるんですか。トウモロコシさんここの人たちはみんな口が固いから大丈夫だよ、口が固いからって違うよ、本当にリア飲んだことないよ。リーチが本当に飲んだことある人みたいになっちゃった。ね、びっくりしちゃったよねみんな、違うからね、ちょっと本当に困る、レイが本当にそういう人みたいじゃん、よいしょ。ただいま、みんなデイチのズボン見えてない、リョウさんびっくりだって、デイもびっくりだよ、これ問題発言すぎるし、なんか本当にそういう人みたいで嫌だ。
大宮駅にある、なんて言うんですかこれ、梅林堂。知らない、知らないです、わからない。試験マシンさん、朝ないのか、泣きだって。朝、今日、明日はしない予定です。でも夜はするよ多分。ビンゴの海賊さん、うちの最寄り駅は日高屋2軒あるって。いいの、いいじゃん、そんなにたくさんあったら行き放題よ。佐々木さん、こんばんりーです。ルパンさん、焼き鳥丼量もちょうどいいんで。そうなんですよ、あの量がいいですよね。そう、あのね、多分あれだけだったらちょっと物足りないなって感じちゃうけど、あの量で他のものと一緒に食べるからまた美味しいのもあると。くまねパパさん、アマプラにもフルにもないだって。困った、見れない。バブルは今から40年前なので、経験した成人は60歳以上だって。あ、そうなんだ、そうなのね。そっか、じゃあ誰に聞けばいいんだ。デイジデイジ、日曜日についに3期生デビューしましただって。そうなんですか。日曜日ついに3期生デビューしたのね。どうだった。甘辛い感じがいいね。だってそうなんですよ、甘辛い感じがめっちゃいいんですよ。いや、父ちゃん、良さがわからんとか言っておきながら高評価じゃねえかって突っ込まれる。ごめんね、難しい、難しかった。平田おじさん、ごめんね、難しいよ。ちょっと今日はじゃあ頭の回転が悪いみたい。ちょっと鍛え直してこないとダメですね。日高屋は都会に行かなければ食べられませんだって、坂田市民さん。でも埼玉都会じゃないですけど。埼玉は田舎なんですけど、日高屋があるんです。なんかエアコン止めちゃったら、なんかつけたらさ、ちょっと寒いんだけど、つけないと暑いよね。複雑。トトミチさん、埼玉だって。トトミチさんもどうせ気づいてたでしょ、っていうか埼玉にいるの。だってワンコの声聞こえてくるでしょ。宮地さん、帰省長期休暇ってわかるよ。昨日ひーちゃんかなうの背景で分かったよだって。そうなんだ、ひーちゃんとかなうの背景で分かったの、すごいね宮地、そんなので分かっちゃうんだ。まあ確かにいつもと背景違うもんね。あ、そう、ディエね、この前矯正の歯医者さん行ったんだけどさ、なんか 1、2年じゃ終わらないって言われたんよね。3年ぐらいかかるかもって言われた。そんなにかかるのって思ってびっくり。あと餃子の満州にも行きたいな。行きたい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 ね。山田うどんも行ってみよう。深夜健さん、ワンコ見たいだって。ワンコね、今ね下にいるんですよね。じゃあ今度連れてきますね。しんちゃんさん、こんばんは。しんちゃんさん、はじめまして、来てくれてありがとうございます。ゆっくりしてってください。あ、しんちゃんさん、フォローもありがとう、嬉しい、ありがとう、わーいわーい。自分がお酒の話した、何、ほんま申し訳だって。違うよ、ディエがちゃんとなんか頭働いてなかったのが悪かった。気にしないで、でもお酒は飲んでないよ。トトミチさん、今日のことは絶対拡散しない。そうよ、でも別にだって飲んでないもん。
片清水この配信をつまみにして飲んでます。大人ならどうぞお酒取りに行ったので違うわ千葉でも日高屋あるけど焼き鳥丼あるのか知らないんだって。本当ポラリスさん多分あるよ。ラトウジさんショールームアップする人カットしてくれるかな。え、それどういうこと。なんかショールームって見返せるんですか。なんかみんなさ言ってるよね。なんだっけショールーム過去のやつ見直すみたいな言ってるけど、どういうこと。そんなものがあるの。ただいまひろのりさん短パンですか。短パンです。デイチはポニーテールとツインテールどっちが好きですか。ポニーテール。デイチツインテール多分似合わないです。セブンの冷凍の焼き鳥で焼き鳥丼作ってみ結構いけるであって。本当に。じゃあやってみようかな。美味しそう。意外と他の焼き鳥でもいけんのかな。石剣マシンさん D が1日店長になったらその日は焼き鳥丼無料でだって。ダメダメ1000円高くして売りますたくさん利益を得ましょう。マッツさん日高屋さん増えたよね。実家の東京周辺にもあるから帰省したら行ってみるわだって。行ってみてください。ぜひぜひ D っての大好きな日高屋さん行ってみてください。誠一さんシティの劇場版確認したら再販終わってる。そうなんですよ。この前終わっちゃいました。また再販しないのかな。さすがにもうしないかな。ねえ、また次の機会に次の機会があったら会いに来てくださいね。待ってます。たまちゃんさんフォローありがとう。東京に行った時に日高屋に野菜たっぷりの担々麺を食べたら美味しかったですだって。あ、それ食べたことあるかも。あ、待って、ないかな、あるかも。どっち、わかんなくなっちゃった。あ、でも友達が食べてたかな。ルパンさんエアコンってちょうどいい感じになかなかならないんだよな。そうなんですよ、本当に難しいよね。富田さんはじめましてやって。富田さんはじめまして、こんばんは、来てくれてありがとう。ゆっくりしてってください。餃子の満州オフ会希望だってオフ会しますか。 DH ファンの皆様、まあまあ長期休暇で実家でゆっくり過ごすのもええやんだって。休暇多ないですか仕方なし。そう、結構かかるんですよ。 3,4 年って長くないですか。うん、でも歯が歯並び悪いとなんか笑った時に可愛くないからやだ。ストミチさんブーケありがとう。うちの弟も3年くらいかかってたなんだって。馬太郎さん、そうなんですよ、結構かかりますよね矯正って。困る困る。なんか綺麗にしたいみんな歯並び綺麗よね。エアコンプラスサーキュレーターだといい感じ。何サーキュレーターって、そんな機能があるの。サーキュレーターってやつ。ちょみちさん1400人突破を目指す。本当ですか。本当にもう1400人の方フォローしてくれてるんですか。わー嬉しい、ありがとう。わーい、ありがとうございます。皆さん1400人の皆さんありがとうございます。ありがとう、みんなこれからもよろしくお願いします。嬉しいね、なんか早かった気がします。1300人から1400人まで行くのが早かった。パチパチ、みんなハイタッチしよう。せーの、イエーイ、ピシ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 ありがとう。
これからも皆さんよろしくお願いします。ありがとう、大好きです。やったね、ありがとうありがたいですね。デイジと行く埼玉グルメツアー希望だっていいね、いいね。デイジと巡る宮島ツアーもしましょうあ、そうそう、指原さんのね写真を見せられたもん、 DM 歯医者さんで。そう、歯の矯正時間かかるんですよ、めっちゃ困った。もうこのままではみんなが好きでいてくれればいいのにね、フォロワーさん1400人達成だって。やったね、ありがとう、嬉しい。すき家の炭火焼き鳥丼が好きだったな。だってすき家行ったことないかも。うん、行ったことあるか。あ、でも焼き鳥丼食べたことない。リコチさんは今、パセリさんは、スイカさんは先日まで実家に来ちゃった。そうなんだ、じゃあ先輩たちもなったんだね。誠一さん、ショールームを YouTuber で切り抜かれたりしてる。あ、そうなの。あ、 YouTube にあるよ、藤井理恵で検索。あ、その棒なんで普通の YouTube じゃないってことなんですか、それとも普通の YouTube。 平田です。昨日はお酒飲んでほてった感じの顔だったけど、違うよ、昨日は普通にエアコンなくて暑かっただけよYouTube にもあるんかね。じゃあ理恵がさ、理恵がラムネ開けてた時のやつもあるんかな。深夜研さん、映像倉庫は課金しないといけないけど、しないけど合法、合法、あ、そういうことね。なるほど、まあ課金するなら合法よねなんか背骨痛くなってきた。合法合法。で、ちょっと大阪に来るとき、ククルのたこ焼き食べましたか。え、なんかね、あのケータリングでいただきました。めちゃくちゃ美味しかったです。いや、当時さ、配信録画して YouTube にアップする人がいるの、その人は先のくだりカットしてくれるかなって。あ、そういうことね。え、誰が上げてくれてるんだろうね、いつも誰が上げてくれてるんでしょうか。え、てかさ、ヒーターのさ、ヒーターの応援コミュニティを設立した人をディエは知ってるけどさ、ディエの応援コミュニティを設立してくれた人は誰かわからん誠一さん、以前は ST48 の握手会によく参加してましたよ。だって、そうなんですね。じゃあまた握手会始まったら来てみてくださいね。でも握手会早くやってみたいです。なんか握手会やったらめっちゃアイドルって感じあるよねビンゴの海賊さん、埼玉郷土料理少ないんで、デイチには故郷の味なんじゃない。そう、確かに埼玉って郷土料理あんま分からんね。もう2000人近いかもね今ね。そうね、あ、そう、どっちか分からんくなった、見てる人かフォロワーさんか。アイドル卒業と同時に強制オフだな確かにね、 3,4 年って結構リアルですよね。フロムインドネシアだって。フロムインドネシア、インドネシアからありがとうございます。すごいね、インドネシアからハーイだって。ユミリンさんも2年以上かかったし、マイキューさんもまだたまにマウスピースつけてるで。そうなの。え、でマウスピースじゃできないって言われた。多分相当悪いんだと思う。
楽しい。サムネも長いと思うんだけど、そんな長いと思います。で普通はまあ 1,2 年だけど、リーはそれ以上かかるって言われた。今より可愛くなったらどうすればいいんだ。だってでもすごく時間がかかるからちょっと迷っちゃう。やるかやらないか、多分やった方がいいんだろうけど、まあやるけど多分。サーキュレーターって送風機だった。あ、そうなん、送風機なんですね。あ、それはいいね、確かにそれは最強ですね。ルパンさん拍手ありがとう。かわいいパパさんブラボーありがとう。目指せ2000だって。確かに頑張りましょう。え、ヒータンもう2000人ぐらいない？ヒータンだけなんかすごいよね。佐藤さん流れ星ありがとうございます。ねえ、パチパチパチ、イエーイ、パチパチパチです。いてだって。殴ってないよ。ハイタッチですよ、ハイタッチ。試験マシンさん、俺はそのまま希望、可愛いからだって。難しいですね、難しいですね、だって。だってこの笑った時ね、ちょっとね横から見たらやばいんですよ、見せられない。内側であると時間かかるのね。そうよね。でもリエも内側って言われた。歯の矯正完了したら長かったけど良かったってなると思う。確かにそれは絶対思います。リエもプリントーさんこんばんは。プリントーさんこんばんは。プリントーさん、普通の YouTube やわ。普通じゃない YouTube って何？え、わかんないけどさ、なんかそう口にしてはいけない感じの、なんかちょっとさ、合法ではないものがあるのかと思ってたから。なんで全然合法かよ。なんでみんなさ某チューブっていうの。YouTube じゃん普通に。平田おじさん1100人おめでとう。サラピさんの約6分の1だねって。え、それって本当におめでとうって思ってる？リンコさん YouTube に上げてもらっていいとか勝手に許可出してるって。そうなんだ。クマネパパさんラムネは見れなかった、だから某チューブでみたいな。そう、某ってみんなが某ってつけるから、あ、なんか口に出してはいけない、あの非合法的なものなのかなって思ってたんですけど、そんなことないね、普通に YouTube なのね。ヤッシーさんただいまだって、おかえり。タロリンさんこんばんピーチです。クマネパパさんそれは探ってはいけませんだってね。それみんな言うよね。え、皆さん先輩もさみんな知らないものなの？それは知ったらいけない秘密だから。やばいよリエチだって。分かったよ。ビンゴの神さんリンコさんは1回しか握手できなかったって。そっかー、寂しいね、寂しいねとか言って。そうよね、でも確かに、てかちょうどコロナの時期が長かったから本当に仕方ない。コロナ本当に最悪。キッチンさん草加せんべい、あ、確かに草加せんべいありますね。みやっち俺も STU、 初期の頃から握手会ってて、あ、そうなんだ、みやっちすごい子さんファンじゃないですか。カズさんこんばんディーチです。高野人さん川越のさつまいも菓子も有名と聞いてます。あ、確かに川越はさつまいもたくさんありますよね。なんかさつまいものスイーツお店たくさんあります。みやっちさん、みやっちさんって言っちゃった。岩田ひなさんが握手したらなかなか手を離してくれないの。え、そうなの？そうなんだ。え、でも素敵ね、可愛いね。その方がなんかちょっとドキドキしちゃうじゃん。ひなさん可愛い。
スケイのあかりさんなくさす、それママも言ってた。そう、リエのママも言ってた。それなんかすごい距離近くしてお話するって、なんかチューしちゃうぐらい近くってママが言ってた。アップロードしてる人3人ぐらいいる。1人は極悪なハンターみたいな名前でくさ。そうなの、そんな名前なんですか。リエを見てみようかな。リエも検索してみよう。じゃあリエチも握手会したら握手会の秒数関係なくなかなか話すしギリギリまで粘って握手してくれそうだって。確かにリエもそうしたくなっちゃう。佐藤さんめっちゃ可愛いよって、ありがとう。ひめなちゃんはあと30人くらいで2000人だになって、リエヒーターのことフォローしてないから、リエがヒーターのフォローしよう。とみつさんヒーターは 2.9 期みたいなもんだから。確かにヒーターは実力も、実力も 2.9 期よ。面白い 2.9 期。佐藤さん流れ星ありがとうございます。新博さんこんばんは。マッツさん埼玉名物うどんせんべいネギお茶、あと何があると思う。わからないよね。ビンゴの神さん早くリーチと握手会できる世界が来ないかな、だって来るよきっと、すぐ来る。だって他のグループはもうしてます、してるとこありますよね。ただ STU もいつか来る。マタロさんその歯がチャームポイントじゃないの、だってリエもそう思ってたんですよ。そう思ってたから思ったけど矯正した方がいいって言われたから、あーこれはチャームポイントにできないかなって思っちゃった。ファニーさん卑劣矯正は割と痛いってみんな言ってる。そうなんですよ、そう痛いんだろうなってめっちゃ思う。リーチは合法や、リーチ合法よ。矯正器具つけた初日のエミリーさんはまともに喋れなくてかわいそうだったなって。そうよね、なんかDM言われた、なんか喋りづらくなるよみたいなことを言われました。意地悪コメントはそのうちスルーだなって。意地悪コメントあった？草加せんべいは聞いたことあるね。草加せんべいね、でもさ食べたことない気がする。あるのかな。うん、あるか、うん、あるかも。ちょいちょい出てくるゼリーフライもかな。ゼリーフライはめっちゃ給食で出た記憶がある。マネパパさん、バイリンドウの塩豆大福をサッチにお土産お願いしますだって。ん？サッチ好きなん？サッチ好きなら買ってこうかな。大宮にリーチ出没。大ちゃんさん、ジェニーありがとう。ジェニージェニー。ビンゴの神さん、わしの実家は川口市では、あ、そうなんだ。川口なんですね。タカさんお疲れ H です。タカさんはじめまして、こんばんは、来てくれてありがとう。ゆっくりしてってください。深夜健さん、握手会恋人つなぎの人やばい、好きになりそうにな。そんなのされたらもうさドキドキ止まらなくないですか。リエもドキドキしちゃう、恋人つなぎなんかしたら。ね、こうでしょ。これは違うか。ドキドキですね、そんなの。あ、ママが握手会行ったんじゃないよ。そう、ママが行ったんじゃなくって、ママがそのなんか何で話してたのか分かんないけど、そのチューしちゃうぐらいの距離で話お話握手会したよっていうのをママしてたよっておっしゃってたのを、ママがテレビなんか何なのか分かんないけど聞いて教えてくれた。宮地姫握手会や指切りの握手会、あ、いいね、デーツと指切りの握手会。こんなちょっとでいいの。
マッチさん、握手会って人多くて、昔桜坂の欅坂の幕張メッセの個別握手会に行った1回だけ行ったらもう行かないだって。確かに人はたくさんいますよね。みんな握手したいもんね。れいちゃん、強制してたん？2時閉めた日すごい。そう、みんなそう言うよね、閉めた日痛いって。やっぱそうなのかね。でもよく頑張ったね。やっぱみんな痛いの我慢して頑張っております。握手会が再開してもオンラインお話し会も残してくれる遠隔地の人とか助かるね。確かにそうね、そうなんだよね。やっぱりでもオンラインって結構便利だなって思う。いろんなところに住んでる人も来れるから。強制しなかった？強制って文字化けするんですかね。よいしょ、なんかお尻が痛い。ゼリーフライの画像を検索したらお腹空いて。そう、ゼリーフライ美味しいんですよ。なんかね、名前はって感じだけど、実はしっかり美味しいです。サッチー、最近豆大福にハマってるって言っとったよ。あそこのめっちゃ美味しいから、リーチもぜひ。だって豆美味しいの。で、好き嫌い激しいんかな。でもサッチーが美味しいって言うなら食べてみようかな。キラキラさん、研究生は天然が多い気がしますがどうですか。どうなんだろう。そうなんかな。天然いるかな、3期生。トトミチさん、ディーチのいない STU 3期は餃子のない餃子の満州だって。そんなに重要人物じゃないよ、ディアまだ。ラタオチさん、ディーチよりも18歳以下にウェディングドレス着せる上の方が合法を見がないだって。平田おじさん、ダメだよ、そんなあのね、運営批判なんかしちゃいけないよ、平田おじさん。ダメだよ、退場だよ、平田おじさん。平田おじさん、退場。ルパーさん、握手会ハイタッチぐらいで俺ええわ。そうなの、もったいなくないですか。星野まさきさん、3期生は誰が釣りしかな、ミョンミョンかな。そうよ、絶対ノアミョンだよ。だってあんなの、例はちょっと恥ずかしくてできない。ノアミョンが上手だと思います、そういうのは。ノアミョンに任しましょう。コロナ禍でシティを知って直接話すのも恐れ多いのに、握手会なんてした日にはもうだって。握手会あったらぜひぜひ来てね。誠一さん、私ね、 AKB 今年で15年を生む。すごいすごい、たくさん、ずっと昔からなんですね。一期メンバーとも数名握手、めっちゃすごいじゃないですか。すっごい、ずっと知ってるじゃないや、好きだったってすごいですね。モロキックさん、朝以来です。朝来てたの覚えてるかしら。覚えてるよ、やっほー、待ってたよ、ありがとう。夜もありがとう、すごいね。ミヤッチ、俺も楽しいし、リーチ姫も楽しそうで、ウィンウィンの関係があるんだって。そうね、ウィンウィンね。あ、なんかリップかけちゃった、ちょっとつけよう。今何時？ここに時計がない。天然藤井流だって。で、天然じゃないと思いますよ。さっきのお酒のくだり、天然かと思いました。違うよ。
佐藤さん、じゃあいちごの配信行ってきます。え、なんで？なんで？違くない？なんでそんなことするの、平田おじさん。そういうファンもメンバーさんも運営さんも仲良くですよ。リア中にウェディングドレス着せる運営さんは神だって。ね、リア中ほんと美人さん。ナーミョンは私はあざとくないって言い張ってます。だってそうなの？ナーミョンはさあざといってか、なんかさそういうのをさなんか恥ずかしさなくさできるからすごいなって思う。ルパンさん、この前の大阪で十分楽しくて幸せね。大阪楽しかったね。リエも大阪楽しかったよ。あ、26分だって。あ、もういつの間にかそんな時間になってたのね。1時間半ぐらい配信してるって、すごっ。そんなに配信してたんだ、リエ。気づかなかったよ。タイサフォローありがとうございます。あ、間違えちゃった。タイサさんフォローありがとうございます。ここだけの話なんですが、ゆうなちゃんわしの嫁なんです。だって、え、リーチは？ふとみちさん、矯正で歯並び悪良くなったらチャームポイントが減っちゃうよね。きっかかりがなくなるというか、まあ確かに。でもさ、初めて見た人は矯正しないよって思うでしょ。思わん？日当たりさ、長めんときったね。何弁？愛知の東はなんとか弁で会話したいなって。それ何弁っていうもの？長めんってさ、方言喋ってるの聞いたことないかも。で、長めんって方言喋る？レイチ疲れてないかなって。レイチ全然疲れてないよ。気づかなかった、そんなに長く配信してたことにも。三河弁だって。三河弁？どんな感じなんだろう、聞いてみたい。ナーミョン方言あんまり喋るの聞いたことないから、ナーミョンが喋ってんの聞いてみたいです。なんとかだらーって言うんだ。え、なんとかだらーってさ、かなーがよく使ってるイメージ。なんとかだらー、なんとかさーってよく使ってるくない？よく聞く、かなーがそれを使ってんの。なんとかさー、なんとかだらーね。そうね、静岡の人だらーいいよね。なんとかだげーっていう人。すごいね、そんなのあるんだ、知らんかった。すごいですね。ひろたおじさん、ひろたおじさんまだいるんだ。早くいちごのとこ行ってきな。なんとかダニーだって。ダニー、ダニーってあれじゃないの、妖怪ウォッチのさ。ダニーってあの妖怪ウォッチのやつかと思ってた。みんなわかりますか、なんだっけ、なんか妖怪ウォッチのさキャラクターでいたよね、なんとかダニーっていう人。なんだっけ、名前忘れちゃった。なんかいたよね。なんだっけ、思い出せない。みんなわかりません、妖怪ウォッチのキャラクターでなんとかダニーっていう。あ、ウサピョン。そう、ウサピョン、ウサピョン、そう、ウサピョンなんとかダニーって言うんだよ。みんな知ってた？ウサピョンなんとか、なんとか、なんとかダニーって言うんですよ。本当に言っちゃうよ、だって。ダメ。ダメでーす。そう、ダニーって言うんだよ。ウサピョンはダニーって言うんですよ。
敵な茨城さん、なんとかだらは愛知東部から静岡あたりの言い方で、そうなんだね、そうなんですね。じゃあかなうもなあみょんも同じような感じなんかね。確かに近いですもんね。門芸鳴らしてると、門芸はねコマさんなんですよ。門芸はコマさんだよ。でも 3DS でさ妖怪ウォッチよくやってた、懐かしい。そう、妖怪ウォッチたくさんやってました。懐かしいね、好きだったんだよね妖怪ウォッチ。なんか妖怪ウォッチ今スマホで有料のさアプリがあるじゃないですか。それをね一時期めっちゃ撮ろうか迷って、撮ろうってか買おうか迷ってたんですよ。ほうゆうさん、自分はリコちゃん&リエチ配信です。そうよ、だってね最初来てくれた時はねリコちゃん&リエチさんだったもんそう、ハイジさん、妖怪ウォッチズラーっていうの、そうズラーっていうのいるんですよ、コマさん、コマさん。女の子が主人公になって、あ、そうよそうよ、ウサピョンはねケイタじゃなくてね、だ名前わかんないけど女の子のやつ。妖怪ウォッチって今もやってるんですか？前は見てたけど今はどうなんだろうか。でもあのケイタくんが主人公だった時のやつはめっちゃ面白かったんですよ。そう、ゲームも面白かったんだけどアニメもめっちゃ面白かったです。あとおじさん、ダニーディエチの部屋にいっぱいいる生命体だってディエだけじゃないし、平戸おじさんの枕にだっていっぱいいるからいちごとギフちゃんとディエチの海なし県同盟でユニット曲が出る日を夢見てるだって。いいね、それもまた、それもいいですね。そっか、岐阜と埼玉と山梨は海なし県。どんな歌歌うんだろうそれでめっちゃ海の歌歌ってたらどうするリーチもゴミになんとかたまーにしましょう。なんとかたまーってあるんですか？それはどこの方言？すごいねホフマンさん知ってたビスだって懐かしい、妖怪ウォッチ懐かしい。それはウィスパーですね、懐かしいねウィス懐かしいね妖怪ウォッチ。妖怪ウォッチね面白いですよ、みんな見てみてください。妖怪体操第一、懐かしいね、それなです本当に、めちゃくちゃ思いました。妖怪体操第一懐かしい。なんかねリエと妹がちっちゃい、多分リエが小学生で妹がまだ保育園とか行った時かなに、そのダンスを、妖怪ウォッチのダンスを踊ってる動画をママが持っててね懐かしいです。そう、かなちゃんね、なんとかださーって言うよね。だらーは静岡の西部も使ってました。そうなんだ、すごいね、山口の方で、あ、山口ね、そうっていうよね。妖怪ウォッチ興味あったから500円の時に買っとけばよかった。妖怪ウォッチ本当に、でもねなんかさ 3DS どっか行っちゃったんですよね。しかもね多分カセットも今ねどこにあるか分かんない。でももし 3DS を見つけたらまたやりたいなって思う妖怪ウォッチ。それぐらいめっちゃ面白かったです。そう、たまに流れてくるんですよ 3DS で妖怪ウォッチやってる人の動画が。それ見るとね、なんかね、ちょっとまたやりたいなってめっちゃ思う。くまねパパさん、ナーミョンに3期で二押しにしてって言われたので、3押しで勘弁を返しました。やだー、ダメダメ、ダメだよくまねパパさん、誘惑に負けないでダメでーす、譲りません。京都には海があるか、丸か×かだって。京都？京都って海あるんですか？
知らなかった。なさそうだけどあるの？埼玉弁出していこうだって出したくてもないんですよ。え、ニャーキャビ、え、待って、ニャーキャビってなんだっけ。え、ちょっと待って、でも待って待って、すっごい引っかかる。え、なんだっけ、ちょっと待って、調べたいけど今パソコンないわ今日。うーん、なんだっけ、な、ニャーキャビって何でしたっけ。え、でもさ、待って待って、ニャーキャビ、え、一緒に踊ってなかった？一緒に踊ってましたよね。え、ニャーキービー一緒に踊ってたくない？違うっけ？ニャーキービー一緒に踊ってたよね。海が近くにあると眺め、鎌倉住んでた時よう海行ってたな、だって。そうなんだ。うん、海が鎌倉、え、鎌倉住んでたことあるんですか、ルパンさん。みんなすごいね、たくさんいろんなとこに行ってたんですね。このルームのおじさんが思ってること代弁します。妖怪物と言ったらゲゲゲだろう、だって。嘘、ジェネレーションギャップですか。平田おじさんっておじさん、そうね、妖怪物確かに。でもリエもゲゲゲの鬼太郎全然見たことありますよ。でも妖怪ウォッチの方が好きかも。アイリさん、お疲れエッチです。お疲れエッチです、こんばんは。あ、好きなソ、好きなソね、聞く。え、もうナソってさ、ひなさんのイメージしかない。なんとかナソってめっちゃひなさんのイメージ。沼で待つよ、だってみんな資金取りはユニット曲沼で待つ。え、なんかやだ、沼？沼？海なし県から海近く県行ったらどう、気分変わったかな、なって。うん、でもなんかちょっと歩いたら、ん、わかん、うん、なんだろう、うん、わかんない、涼しい。ウィンゴの海賊さん、埼玉の方言じゃないとわかった、来ないよ、来ないということ。え、そうなの、来ないって言うの、そうなんだ。みんなギラギラボー言ってたよね。え、そう、言ってた言ってた言ってました。みんなヨーデルヨーデル言ってた。 3DS は妹が持ってるんじゃないですかね。え、確かに。でも誰かしらリアの兄弟が持ってると思う。ちょっと聞いてみようかな。それでさ、それで妖怪ウォッチのあったらさ、もうで、もう妖怪ウォッチ配信しちゃう。ね、コラボしてましたよね。うん、そうよね、歌ってましたよね、懐かしい。そうよね、妖怪ウォッチ歌ってたよね。土の子パンダ、え、待って待って、なんかさ、あ、ごめんね、ごめんね、ごめんね、みんなごめんね、大きい音出しちゃった。みんながさ、あのさ、歌を歌ってるのは分かるんだけどさ、コメントでさ、めっちゃさ、うにゃうにゃうにゃ言ってるからさ、なんか面白い。みんなうにゃうにゃ言ってて可愛いね。素敵な茨城さん、ゲゲゲ日表って、みんなゲゲゲ派ですか。ゲゲゲもわかるよ、わかるけどそんなにたくさんはわからないかな。鬼太郎は子供の時にめっちゃ好きでしたらって、なるほどね、そうよね。でも確かに妖怪は、うん、妖怪ウォッチ、うん、確かに。ゲゲゲの鬼太郎ね。クマネパパさん、妖怪ウォッチの話全然ついていけてないのバレてるんで。妖怪ウォッチ、でもどうなんだろう、でもどうなんだろう、リエはどっちも見たことありますよ、妖怪ウォッチも鬼太郎も。
広島コーパセイさん、よくマイキューさんが歌ってましたね。そうなの、マイキューさん歌ってたんですか、かわいいね。ヤーキービーさん何に上がってる、なんかムジパキした。ねえ、でも鬼太郎ってどんなキャラいたかあんまりわからんか、なんだっけ、猫娘、あれなんとか娘いたよね。鬼太郎以外、鬼太郎と目ん玉のやつとなんとか娘と、なんかなんとかなんとかなんかネズミみたいなやつだよね。姫野の家に妖怪ウォッチのメダルかなんかが大量にあるらしい。そうなの？え、ヒータンのど、え、そうなんだ。ヒータンの実家かな。じゃあお邪魔してみたいね。そうなんだ。ヒータンも妖怪ウォッチ好きなんだね。平戸おじさん、妖怪ウォッチ全然わかんないんだって。え、そうなん？妖怪ウォッチわかるかと思った。妖怪ウォッチのね、そう、キュービとかさ、キュービとかさ、オロチとかいるじゃないですか。なんかキュービ派とオロチ派みたいなの分かれたくない？え、そんなことない。目玉の親父、目玉の親父か。リーチって中2くらいでもう完全なリーチになる。え、どういうこと？あ、ネズミ男、ネズミ男ね。キュービって言ったらナルトだよ。だって、え、ナルトにキュービなんかいたっけ？ナルト、そう、私ね、ナルトね、ちゃんと全部見たことなくって、ちゃんと全部ってか、もう本当にちょびっとしか見たことない。でもナルトってすごいみんな好きですよね。しかも海外の人からも人気じゃないですか。アニメね、ナルト、確かにナルトあんまり見たことないか。何見てたかな、アニメたくさん見てた。でアイカツめっちゃ好きだった。多分小学生幼稚園の時はアイカツがめっちゃ好きでした。アイカツでね、ちょうどデイたちの時期はあのいちごちゃんの代の時期だったんで一番流行ってましたね。みんなもうアイカツ大好きだった。だってアイカツごっこしてたぐらいだもん。近所の子で集まってアイカツごっこしてた。懐かしい。意外とアニメ好きよね、リエちゃん。リエちゃんアニメめっちゃ好きです。そうで、お兄ちゃんがもともとアニメ好きで、多分お兄ちゃんが中学校で、ハイキューかな、あ、ハイキューバレー部に、あ、ハイキューが流行っててバレー部に入ったんかな。それでそっからいろんなアニメを見るようになりました。リエも妹もアニメ好きなので結構詳しいです。そう、たくさんアニメ知ってます。とみちさん、アイドルめっちゃ目指すやん。だって確かに確かに、アイカツ好きだったからアイドル好きだったんかも。ね、めっちゃ前から目指してたかもしれません、リーチ。シングさん、ビーチバレーありがとう。うん、リーチの好きなもの、鬼滅、妖怪ウォッチ、トワイス、日高なんて。そうで、トワイス好きでした。トワイスさんのねグッズがお家にいっぱいあります。トリカとかちょっと集めてた。最近は仮面ライダーにもキュービが進出した。そうなの？仮面ライダーにもいるんですか、すごいね。お兄ちゃんめっちゃジャンプに影響されるやんって。確かにそうやって聞いたら。でも多くない？ハイキュー好きでバレエ始めた人絶対たくさんいると思う。
佐藤さん、イタドリと両目スクナみたいな感じ。あ、本当そういうこと？スクナ。呪術廻戦ね。呪術廻戦映画やるらしいよね。あのテレビで映画見に行きました。しかも一人で行った気がする。呪術廻戦の映画は一人で見に行った前、去年かな、去年、うん、去年だね。一人で見に行った。感動した。よかったです。感動しました。結構新野犬さん、進撃の巨人を見てなって。え、進撃の巨人はと、でも途中まで全部見てます。でも途中から見てないかも。どの辺まで見たかな。いやでも結構序盤、本当にめっちゃ流行ってた時期は見てた気がするから、でも2期の途中ぐらいまでは見てた気がします。私が一番印象に残ってんのはミケがあの、なんだっけ、名前忘れちゃった。なんとかの巨人、獣の巨人なんかいたっけ、なんかわかんないけど、ここにやられちゃうやつ。それがめっちゃ印象残ってます。ミケ好きだったので悲しかったです。妹おるんじゃ、お兄さんもおるなら、そうそうそう、3人です。 D が真ん中なんですよ。広島コーパシリさん、かわいい、ありがとう、やったー。豆さん、ハイキューで一番人気は野安さんです。そうなの？そうなんだ。ハイキューで白鳥さんの五色勉くんが好きです。めっちゃわからないよね、みんな。結構詳しくないとわからん気がするさん、プリパラ知ってますよ。でもね、プリパラは見てなかったで、完全にあのアイカツ派だったんですよね。くまねパパさん、そういやこの前愛の不時着話してたから見たくなってまた見始めました。そうだ、韓国ドラマ、ゲーム見ないと。そうだよ、見ないと。最近アニメばっかり見ちゃってるわ。とみちさん、今週からアニメ始まるって。え、本当に？え、何のアニメ？呪術？中学の時テニス漫画読んでテニス始めたら、そういえば俺はなってるパーソン。めっちゃ影響されてるやん。ビンゴの神さん、誘ってくれたら推しが一緒に行ったのに、だって行きません。誘う？じゃあ次行くときは誘おうかな。まあ、ハンギョドンさんだって。ハンギョドンさん、こんばんは。たまたま映画館で見てましたが、デイチの後ろ、え、たまたまデイチの後ろで見てましたか。いや、すごいね、レイたちって。アイドル、レイがアイドルになる前から会ってたんだね。埼玉は明日から呪術廻戦。あ、そうなんだ。へえ、見よっかな、呪術廻戦好きだから。ミール君、ハイキューは厚むだれなって。あー、確かに宮兄弟いいですね。ミケ、イバイの次に強いんでしたか。え、強さは分かんないんですけど、でもミケって結構強い人物だったじゃないですか。なのにやられちゃったかな。そう、ちょっとね、しんどいなって思う。あれ見てんのしんどかったです。そう、しかも結構残念な、辛い殺され方をしてしまったので。ガチな方のキュービの狐は倒された後、石となって日本のとある3カ所に飛散したって言い伝える。そうなんだ。え、キュービってでも何、悪いやつなんですか。ひーちゃんは一番下の妹らしいよ。あ、そうなの。
ひーちゃんって一番下なんだ。ハイキューの曲を歌ってたバンドに新しいボーカルが加入した。どの曲歌ってた人たちだろう。進撃シーズン2を抑えめで3から見ました。テンション上がります。本当？じゃあ見てみようかな。でもね、なんかね、なんか最初の方はさ、ちゃんと巨人対人間だったじゃないですか。だけどさ、だんだんさ、なんか人間対人間になってきたからさ、ちょっとそれが嫌なんですよね。でも面白いなら見てみようかな。呪術廻戦はまだ両者って呪術推しいるかな。呪術あんまハマんなかったんですよね。推しうん推しいないかも。トゲくんって言ったらね、めっちゃミーハーだから、トゲくん好きはミーハーですよ。ハイキュー読んでました。そうなんだ、ハイキュー読んでるってやっぱ多いね。ゲーム好きです。ハイキュー、あと10分だって。そうなので、あ、ほんと、あ、そうなんだ、あと10分なんですね。とつみちさん、娘がトゲくんって言ってました。ごめんね、ごめん、ごめんね。そう、でもトゲくん、確かにトゲくんかっこいいですよね。サビの歌詞は、あ、なんだっけこれ。懐かしい、あったね。いつだって誰だってそこに立ちたくて、間違って苛立ってもがき続けて、わ、めっちゃ覚えてるわ。このまま終わりたくはない、懐かしい。なんだっけ、イマジネーション、そうだそうだ、イマジネーションですね。懐かしい、いや懐かしすぎる、ハイキュー懐かしい。だっておじさん、女の姿をしてドバジョコをたぶらかそうとしている感じのキャラだった気がする。そうなんだ、すごい、そんなお話があったんですね、キュービに。大ちゃんさん、進撃ファイナルシーズンのラストが、あ、やるの？そうなんだ、ついにファイナルなんですね。今バレーボールの国際大会やってるんだけど、日本の男子9戦全勝中で優勝する。すごい、かっこよー、すごいね。アンナさんも確かトゲトゲ。アンナさんトゲくん好きなの？アンナさんがトゲくん好きなら、それはトゲくんはミーハーではありません。それは違います、手が悪かったです。今ハイチュウが熱いだって。DM ハイチュウ、ハイチュウ熱い。トトミチさん、メキさんおっしゃって、メガネキャラが好きなんですか。あと5分だって、本当に。じゃあ、今日2時間ぐらい配信してた。2時間配信、でも最初の方それぐらいやってたか。だんだん短くなってきたんだね、きっと。でも、もうご飯も食べたから、あとはお風呂入って寝るだけ。平田おじさん、ハイキューも知らない完全おじだって。平田おじさんって何歳なの？何歳か、みんな年齢不詳なのよね。
オーディションの時メガネメガネ言ってた人だって、言ってた言ってた、確かにメガネキャラそうね確かに。あらもうこんな、そうなんですよ、あらもうこんな時間なんですよ、早かったね。好きな人と話してるとあっという間寂しいな。エイドまたいつでも会えますよ。長いことあったから疲れてる。全然疲れてないですよじゃあ誕生読みますね。13位森健銀河さん、今日もありがとうございます。12位ととみちさん、いつもありがとう。11位りょうがさん、今日もありがとうございます。で、ね、10位石けんましんさん、ありがとうございます。9位ポッキーさん、ありがとう。8位おいとます元気さん、いつもありがとうございます。7位たくやさん、今日もありがとう。6位大腸さん、ありがとうございます。5位ナンバーのいさとさん、ありがとう。4位マッツさん、今日もありがとうございます。3位ルパーさん、ありがとう。2位バリーさん、今日もありがとうございます。1位はくまねパパさんでした、ありがとうございます。パチ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 ありがとうみんなさん、みんなさん、みなさん、1940年生まれ。へえ、平田おじさんが何歳か投票してみて平田おじさんのために皆さんがおやすみありがとう。皆さんおやすみなさい、ありがとう。今日は長い時間ありがとうね。また明日の夜に会いましょう。そうよ、22時なので高校生以下なんでそうそう、まだダメなんですよ。バイバイ、おやすみ、バイバイ、また明日ね朝お待ちしても、朝はごめんね、明日はできないの、夜会おうねおやすみ、まだ時間あと1分あるだってそんなにあるんだゆっくり寝るんだよって、オッケー思ってたより長いそうなのよ、なんか誕生日のもしかしたら早かったかおやすみ、キュンキュンだよ、だってリエもキュンキュン、おやすみカスミンそれ3分してたって面白い、もうカスミンっぽいね確かに3分もやったって面白いね、さすがカスミンだわ